皆さんこんにちは、ニューロン TV のお時間です。はい、ということで第3回始まりました。前回の続きですね。ということで、今私の船の前まで来ております。はい、こちらです。どうでしょう、大きいでしょう。私の船ね、すごい、なんかもう黒光りしてて、すごいもうメタリックでかっこいいね。すごい憧れちゃう宇宙船かな。はい、言い過ぎた。はい、すいません。はい、すいません。ということでですね、今日は私の宇宙船についてお話ししたいと思いますので、そうですね、皆さんにはまずは、外観を見てもらいたいと思います。では、行きましょう。はい、ご覧ください。こちらが私の船になります。どうですか、かっこいいでしょうね、このねメタリック感といいね。ですね、私の船はモチーフが飛行船でして、この丸っこさといい、今ちょっと見えないですけど、 VTuber ニューロンってね、広告欄みたいなのがあって、そもそもだから飛行船を作ろうと思ったんですけど、でも飛行船だとまあ宇宙というか過去まで猛スピードで飛ばすのが不可能だとね、ちょっと技術班の方に言われちゃいまして、ということでまあこうジェット機をつけたんですよ。なのでね、まああれですよ、飛行船だと思ったら、まあ、結局はなんかこう宇宙船みたいな、ロケットみたいな形になっちゃったっていう、はい、結末です。かっこいいんだけどね、まあロケットですよ、すいませんね。で、この水色の部分ですね、こちらはですね、まあ要するに人でいう血管みたいなエネルギーを通す管になってます。で、このメタリックの部分すべて、最新の、まあ今でいう太陽光パネルですかね。今の私たちの時代になってくると、もう太陽光パネルってこう青いイメージにこう線が入ってるような感じですけど、どんなカラーにもなれるというね特徴を持ってて、少しのエネルギーでも、こう太陽とか自然光からエネルギーを取れるっていう特徴を持ってます。なのでまあすごい宇宙船なんですよね。ってことで内部ちょっと見てみますか。はい、行きましょう。はい、では後ろから見ていきましょう。はい、こんな感じになってます。で、今ロボットがダンスしてますが、右側に見えるなんかみんな大好きマックスみたいな、彼が、マシュという名前で、で左側に見えるこの歯車がたくさんついてるのが、まあ歯車がこと、ハグルという私の作ったロボットですね。まあ、2人とも今こうダンスしてるの見てるんですけど、私がいない間にね、こう警備を今している最中です。で、こう右側に見えるお酒が乗ってるこのデスクが私のこう操縦席になります。ね、モニターにもいろいろ映ってるでしょ。ね、よくわかんないけど。あ、私が言っちゃいけない。はい。まあ、こんな感じでね、こうたくさんのモニターで今どういう状況かみたいな把握しながら地球に向かってきました。どうですかね、私の船。いかがですか、皆さんも乗っていませんかね。はい、皆さんいかがでしたか。ここまで長く私の船をご覧になっていただき本当にありがとうございます。私の船の中、船内、モニターの後ろがガラガラ。いや、それはあれですよ、今ね、こう今日本に来たばっかだから、あれだよ、そう、まだね何も買ってないの。だからこれからリフォームしていろいろね家具とか置いて作るから、別に、だからそう、貧乏とかそういう貧ね、そういうわけじゃないから、そういうのじゃないから、はい、はい、ってことで、まあね、今回他にもハグルとかマッシュって私の制作したロボットがいたんですけど、後々お時間があるときに2人に自己紹介してもらおうと思うので、その時はよろしくお願いします。はい、ってことで今回は私の船を紹介する回でした。また次回もお楽しみください。それでは皆さん、さよなら、バイバーイ。突然ですがここでお知らせです。次回はですね、これまで私が散々ね、こう生い立ちだとか、もう3回にわたって長くこう説明して、もう多分皆さんも飽きたというか、つまんねえなーって思った人もいると思います。ということでですね、次回は、
私のゲーム制作について話したいと思います。イエーイイエイエイエイ。ですね、皆さんですね、多分ゲームをやるのは、まあ、皆さんゲームやってますよね。ゲームをやるのは好きだけど、作ってみたいけどできないなとか、どうやったらいいのかなっていう人たくさんいると思うんですよ。っていう方にですね、私が優しくゲームの制作、あとプレイ動画、まあプレイ実況をやっていきたいと思います。ですので皆さんお楽しみにしてください。ということで、またお会いしましょう。さよなら、バイバーイ。